簡単。かわいいな。ハオジエンタン。ここ、動画が撮れてる。そうそう、動画撮れてる。ああ。だから、これ撮ってるとこやっていい？これを撮ってるはいいよ。でもちょっと、狭い。ちょっと狭いよ。そう、ちょっと画角が狭い。まあ、多分大丈夫だな。はい。これをかけます。かけますよ。え、ここで見て。ここで見て。OK。これは、125度で。ほう。OK。前で見た。この数値が見える28563。オッケー。ちょっとちっちゃいで。93427。オッケー。ナイス。これ。56984。ああ、これでいいよ。いいね。ああ、125度は大丈夫よ。大丈夫だね。うん、これは。綺麗に見える。綺麗に見える。100度はちょっと。ちょっと足りない、ちょっと足りないで。家で使うは多分大丈夫よ。100でもいいよね。100でいいよ。那你这次还是可以换回100度，那就是在家里面就好。啊，そっか、どっちがいいか。いやでも125が欲しいかも。好啊，那就换一样。因为其他的是100度。嗯。でこっちをメインにしたい。对。今はメインはあの軽いやつで。ああ。あれちょっと落ちそうだから。那你接下来在用眼镜的时候，你要注意，东西不要拿太近。啊，125の時に。はい、100度の。不要看书。でも今100度はないですよ。100度ない、はい、このメガネの特装は100度で、うん、あの軽いの方が125で、これ150、はい、いや125、あ、これも125、あ、じゃあ一緒にするか、うん、それとも150にするか、いやいや150いらない、ちょっと多すぎる、多すぎるで125、もっと綺麗に見ら綺麗けれど目がちょっと疲れた感じがあるですよ、あ、だったらやだ、125がいい。じゃあ一緒にするってことね。ああ、いえいえ、それが。那你接下来就是你在看、パソコンもいいで、携帯もいいで、使える時間はちょっと、少しはいい。少なくして。少ないし。あ、距離はちょっと遠いような感じですよ。OK、OK。もうね、文山中、一番だ。いや。これじゃん、リュウェンだ。いや、日本語は全然無理です。台湾でメガネ作りたかったら、ここです。文山中、ズーナンルイ。はい、ありがとうございます。リーズ在这里。